はい、ワドッツです。2018年7月の中、18時19分です。あのさ、もうさ、死者を愚弄すんの、もうやめようぜ、本当に。アホだろ、本当。いや、言わないダメだよ。荒野にもファンがいるんだから。はい、こんにちは。それはね、まだね、確証っていうか証拠みたいなものはないんだけど。あ、美穂さんお疲れっす。けん玉はどっち？チョコマラいらっしゃい。はい、お疲れ。ダメだよ。自分の数字のためとかにさ、死者を、なんつうんだろうな。だからダメなんだよ。だから嫌われんだよ。あーちゃんいらっしゃい。いや、ダメだよ、ほんと。いい年こいたおっさんがさ、あ、愉快犯なの分かってるよ。言ってること支離滅裂じゃん。だけど、初見さんいらっしゃい。俺はあんま、よくねえと思ってんだよな。そういうのは。じゃあね、和道さん、あれはないと思う。何？厚民さん、あれはないってどういうこと？あれって何？言いたいことある人、どつかけてきていいっすよ。言いたいことある方、とつかけてきてください。全然僕は逃げないんで。そうしようか。あつみんさん、言いたいこと、あ、ジェダイさん、ああ、ジェダイさんがダメってことね。いやー、よくないよ。あ、拓也さん、荒らさないでブロックね。俺は便乗なんてするつもりないから。ブロックだよ。やめて。コメント欄荒らすの。普通に話し合おう。あ、聞かないのね。ブロックです。はい、ワードツ。はい、ワードツ。全然、便乗する気ないです、僕は。言いたいことある方は全然、とつかけてきていいですよ。全然かけてきてください。匿名でも全然いいっすよ。いや、よくないよ、本当に。はい、ワードツ。ダメだよ。お疲れ。そっとしといてやるのも、喪に服すっつうか、まあ、弔う形でもあるし、まあ、なんだろう、関わったことある人なら弔うっていう理由でやるんなら俺は何も言わんよ。だけど、何でもかんでもネタになりゃいいってもんじゃないでしょう。何でもかんでもネタにすりゃいいっていうのは、いや、まだしもっつうか、それもダメよ、シャムネコさん。閲覧欲しいんですって言っても、それでもダメだよ。許されることじゃないよ。そうそう、遺族っていうか亡くなった人に対してファンがいるわけですよ、荒野には。いや、俺はね、確定はしてないと思ってる。まだ分かんないっていうポジションの。おいっす。モラルっつうのかな、人としてっつうのかな、なんだろう。
ああ、まあ震災の時もそうだったよね。ああ、ああ、ぶつ切りだった。わかんないな、ちょっと。まあでもよくないよ、そういうのは。俺は亡くなったって仮定してるわけじゃないよ。断言してるわけじゃないよ。そのす、あの、特定の誰かっていうわけじゃなくて、死者を愚弄するのはよくないでしょっていうことね。まあまあ、つながりある人とかさ、弔う目的だったら俺は全然いいと思うんだよ。そうそう。弔う目的だったら全然いいと思うよ。静かにやるんだったら。たださ、自分の数字とかさ、閲覧が欲しくてそういうことをやるっていうのは、死者を愚弄する行為じゃん。死体蹴りじゃん。死体蹴り。あ、まあまあ、ネタにしてっていうか、俺はね、一年に一回必ずやるとかさ、やるって言うんだったらわかるけど、あの態度は許せないよな。訴えたり、遺族が訴えたら全然、通ると思うけどな。そうそう。屁理屈にしか聞こえなかったんだよね。テレビとかがやる目的と全然違うから。いや、みっともねえよ。20代になったばっかりのそこらの、ましてや、自ら命を絶ったかもしれないっていう状況なわけでしょ。そう、もう50過ぎたおっさんが20代の、しかも、それ普通にネタにするのも恥ずかしいことなんだよ。生きててどうしても。でも亡くなった人に対してあれはねえだろう。初見さんいらっしゃい。ちゃんと説明するべき。あ、今起こったことを。ジェダイっていう男がいて、荒野っていう男の子がいるんだけど、荒野っていう配信者がいるんだけど、亡くなったかもしれないのね。自殺をされてしまったかもしれない。まだ確定的なことは言えないんだけど、で、全く絡みがない。ジェダイさんは、荒野くんと絡みがないわけよ。荒野くんの枠のコメントで5分間ぐらいコメントを打ったことあるって。で、枠のタイトルも「荒野」って書いて、写真も「荒野」って書いて、で、まあ閲覧がバーって上がってて、文句あるやつかかってこいみたいなこと言ってて、で、まあ書けたんだけど、1回目話聞いてもらえなくて、それは違うでしょうって、死者を愚弄してるでしょうって言って切られて、で、いや冷静に話すからって言ってまた切られちゃったんだ。見てた。いや、5分の絡みっていうのは本人絡みないでしょって言った。ジェダイさん荒野と絡みないのになんでこんな枠やってんのって。いや、そしたら俺は荒野の枠で、俺は5分間コメントを読み上げてもらったことがあるってへりくつ言ってるから、それは世間一般では絡みがないって、友人でもなければ絡みもある人じゃないんだよって言って、いや話になんねえって言って切られたんだけど。ああ、タムさんありがとう。いや、いや、腹立つね。自白でやれとか言って。わかんない番かどうか。こんにちは。俺はね、自殺の問題はっていうか、もし本当にだよ。仮に本当に自殺するとしたんだったら、本当に悔しいっていうのと、自殺を肯定することはできないって。だから複雑な気持ちだっていうことは言ったの。単純に荒野が露伴子さんの時とか、竹本の時みたいな感覚ではないって言ってて、自殺を肯定することはできないっていう気持ちがあるっていう。だから、ぶん殴ってやりたいっていう気持ちと、
抱きしめて何とかしてやりたいっていう気持ちが2つあるっていうのが俺の思いなのね。それ以外のコメントっていうのは控えさせてもらってんの。いや、それはダメだよ。ジェダイさんは。どんな状況にせよさ、俺は自殺はダメだと思ってんの。みすぼらしくてもかっこ悪くても、負け犬でもいいから生きてる人の方がかっこいいと思ってるのね。これは俺の考え方ね。どんなに惨めでもいいから、生きてる貧乏でも恋人がいなくても仕事がなくても、這いつくばって頑張って生きてる人の方がかっこいいと思ってんの。俺はだから自殺を肯定することはできないっていうぐらいにとどめさせてもらって、ただ荒野がもし仮に死んだとしたらものすごく悲しいよ。俺は、俺からは以上。わからない。俺は持ってる情報ではわからない。ただ、分かってることは、荒野とは連絡はしばらく取れてない。で、捨て頃終わったら、またスタジオ行ってバンド配信やろうなって言って、やりましょうって言って、捨て頃終わった後やりましょうねって約束してて。で、荒野が死んだ死なないの話題になってる前の日に、そろそろ荒野連絡つかないとな、連絡取って、そろそろ遊びたいな、最近やってないな、なんてことは言ってた。だから俺は非常に悲しいよ。そう、まだ多くを語る時でもないと思うし、語るべき人っていると思うの。語るべき人。まあ俺はそれは、金林さん、三杯目光、新野町の3人だと俺は思ってる。俺はその3人に資格があると思ってるのね。金遣いは荒かったね、正直言うと。そうだね、安らかに眠って、もし死んだのであれば安らかに眠ってもらいたいね。いや、あれはみんな怒るでしょう。荒野のファンも怒るし、まあ俺は荒野のリスナーではないけど、腹立つよ、やっぱり。俺は荒野のことを話してるんじゃなくて、ジェダイのことを話してる感覚なんだけどね。俺はだからさっき言った通りでコメント控えさせてもらってるよ。いや、自殺はダメだよ。とにかく。どんなこと、配信者に限らず、どんなことであっても自殺はダメだよ。だから相談してほしい。電話一本かけてきてほしいよ。自殺考えてんのは。たまに来るよ。自殺はダメだよ。まあ、だからネタは荒野が持ってるパワーだよね。荒野が持ってたパワーだよ。でも、俺らはそれにたかったらダメだと思うね。あ、わかんない。彼女の隠し撮りっていうか、わかんねえわ。いや、結局だから閲覧のために魂売ってるやつが多すぎるんだよ。初見さんいらっしゃい。写真っていうのは何か出てきたの？荒野の遺体の写真とか出てきたの？俺はちょっとごめんね。状況がわかんないからあれなんだけど。まあまあ、スルーっつうか、もう、ま、ちょっと、いや、やっぱ、直接行ってやろうと思ったから、コラボ上がって、いいよ、もう、ありがとう。そうだね。いやー、だから、業の深い世界だ、ほんと。荒野の最後の放送、タイムシフトに残ってんじゃなかったかな？見れると思ったよ、丸尾さん。
ああ、安否確認、A ちゃんの言う通りだよ、本当に。配信外でやるべきだよ。配信外で連絡してるよ。うん。でも、既読ついてないの。うん。まあ、荒野のことに関しては俺からは以上だから、荒野のことに触れるのはやめよう。うん。荒野のことについては俺からは以上。うん。もし、なんか、意見がある人は、凸とかかけていいからね。全然受け付けるから。テロップ変えよう。あ、テロップ？テロップ？テロップ？タイトルは変えらんないよ。うん。そうだね。じゃあ枠取り直すわ。俺からは以上です。ありがとうございました。うん。じゃあ皆さんお疲れ様です。